旦那が大食いというか米好きで、それはいいけど、家族の分を考えないで食べるのが地味にイラッとする。夫婦二人と4歳2歳の家族4人分で、いつも、お米は午後を炊いてて、いつも、上のこの弁当分、私と下のこのお昼分も残る。昨日は貝鍋肉だったから、ご飯も進んだんだろうけどさ。今朝見たら、旦那の茶碗一1杯分しか残ってなかった。 お前、どんだけ食べるの私は食べてないから、子供二人分しか減ってないし。旦那一人で、四号は食べてることになる。どれだけご飯が進むにしても、そこまで食うなら。米を水につけとくなり、なんなりすればいいのに放置。しかも、今日は、旦那は休みだから、旦那の昼ご飯分も出さないといけない。どう見ても足りんだろ。 ととなののに何も思わわんのがイラッとするわでも外食で定食とか食べてもここまで食べない旦那の仕事も飲食だからそこまで死ぬほど体を動かすわけじゃないしこっちはバランス考えて作っててもそんな食べたら健康もクソもないそもそも茶碗のサイズも普通サイズの倍ぐらいだしやっぱ小さくしないと。 ダメかなぁと言いつつ変えもしない。前に、食べるにしても限度があるし、もう少し考えてよ。なんで、あんたが存分に食べた後の残り物みたいな量を、子供と分けないといけないのと注意したけどまたか。美味しく食べてくれるのは嬉しいけど、もう少し考えてくれ。亡くなった義足とお揃いかなんかの茶碗だと言うから、なんだかんだでそのままにしてたけど、 もう、強制的に茶碗買い替える。一生滝に買い替えるって、なんで、この家族構成で一生滝。しかも、あんたのために買わなきゃならんのそんなことしたら、米城だけで食費消えるわ、ボケまず、自分の食べてる量を減らせ。